こんにちは川田です。朝会始めます。9月3日金曜日になりました。このコーナーでは米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しております。でですね、まあ、今日はあのナスダックと S&P が新値更新したんですよね。ナスダック総合の方です。100は若干落ちましたですけどもね。で毎日新値更新でまあ、退屈なんでということじゃないんですが。 えと今晩はライブセミナーをやりますということで今晩金曜日の午後8時ですはいでですね、えー、まあ、えー、ストブは、えー、っと水曜日に行ってまいりましたので次回が2週間後で来週はですね、えー、日経、C、n BC で私はこの貝野さんと電話で、えー、やり取りしますそれからえー、っと来週水曜日ですがうちの渡辺研究員と箱田さんが オンラインライブセミナーで、えー、まあ潮目に重点を置いて解説いたします。これはプレミアム会員限定の企画でございます。それからですね、えー、っとあこれは今質問をいろいろ受け付けておりまして、例えばということで、まあナスダック総合の押し目買いを準備しているんだと、で9月10月にまあ例年まあ潮目でもまあ総目は若干見方違うんですが。 あ押しいのチャンスがあるとすればどちらの方が推しが深いだろうかとかですね、えーまあ、そんなようなこともですね、塩目それから箱田、渡辺の知見をですね、あの参考に今投資戦略に役立てていただければと思います。それから今晩、えー、っとお題はですね、FP、フィナンシャルプランナーですかと学ぶ SP500 を使った資産形成術というのが怪しいですよね。で今晩3日 8時からまあ、1時間ですけど、若干はあのオーバーしてもいいと思ってるんですけども、あんまり長いとね、あのご迷惑かかるかと思います。で、参加はですね、えー、っとあ誰でもこの YouTube で全員にこれあのお見せする企画でございます。えー、っとそれでマップさんっていうあの参加いただくのは、ですね参加っていうか、ゲスト出演は茂木阿部。なんかあの バドミントンのペアみたいですけども男の子です。で、マップフィナンシャルさんに属しているフィナンシャルプランナーです。マップさんは太田代表がですね、えー、お作りになったですね、えー、フィナンシャルプランナーまあ、保険。それから保険と証券はまだですね、えー、金融商品のあの販売をしておられます。で、まあ、ライフプランナーですね。はいで、この模擬。それから阿部こ,この2人と私でやります。 で実はですねこの若者2人と知り合ったのは、ですねこの井月さんという、ですね井月社長の勉強会でこの2人があ勉強してるとで、その井月さんと私は、ですね実はもう二十数年前かな、年あの私が外資系にいたときに、この人はほら新日本証券って書いてるじゃないですかあの、昔の、その当時は新興証券って言ってたと思いますね、のローソンの委員長をやったぐらいで、神戸支店のね、なんかね、要は全国のこの証券会社の、 えー、若手のリーダーだった人ですね、そこを飛び出て、ですね、えー、保険、証券、どちらにも精通しておられるフィ,ナンシャルリンフィナンシャルリンクサービスという会社の社長さんです。で、この人の勉強会に、この若者2人が行ってて、そこで私と、豆月さんはですね、もう長年の知り合いなもんですから、あのそこで僕のことを聞いたというのは、縁のご縁でございます、まあ、本当にありがたいことです。 井月さんはね、実はね、アメリカンクラブって皆さんわかります、まあ、これはまあちょっと、まあ、どうでもいいけども、アメリカンクラブの会員になってて、ここのねステーキが、まあ、金曜日だからいいでしょう。あのステーキもめちゃくちゃおいしいの知ってますまあ、保証しますあの。アメリカンで食べるおいしいやつと全く同じ味なんで、あの皆さんが食べに行くおいしいステーキ屋とはまた違う趣でですね、あの僕からするとワインとの相性はですね、 ままあレベルが違いますねどうしても日本人がやるレストランはですねあの日本人の甘,甘い肉にああのまあ、これはいいけどびた味になってですね本当のワインの味引き出せないんですよね。まあそこらへんも含めてですね今晩なんかできればと思います。まあそのうち、柚木さんも出てくれるかもしれないし楽しみにしておいてください。それから私どもはですねこのメルマガをですね配信したいとあのご紹介したいと思います。でですね 今日はこういう方がにも見ていただくといいと思うんですけどもね、まあ、実は買い増ししようかと思っていながら、実は順調に進んでませんという方で、ですねイライラしてます、まあ、この方はおしめ,めを待ってたわけですよねどうしたらいいかアドバイスって私はね。 昨日これもらって、ですねもう目つぶって少しずつでもいいから買っていくべきと思いますよと、今年買うべきボリュームは今から買い始めて、11月ごろまでに買い終わるようにと、潮目だと年末少し混乱するようなことを言ってるけども、それまでにどれだけ上がるか分からないから、もう買うって、ひえーとかですね、11月まで買っていくようになるんですねということで、少しずつでも日を選ばず指数を買うですね、分かってはいるのですが、そう、ここのね分かってはいるけどできないっていうのが難しいんですよ、本当に投資は。 今日はそこら辺もやってみたあの話題にしてみたいと思います。でその間ですね、これが僕はあのこの方にはね厳重に言っといたんですけども、対面証券から電話かってくるからそれは絶対ダメ。もう絶。 もう資産形成にはマイナス以外の何ものでもないというのを言って、でこの方はまあ断ってくれてるんで、僕はもうあ少し安心、もうだいぶこの方はもう自分のやり方あの確立してるんで、安心はしてるんですけどね、あの西日本の公募だとか、ソフトバンクの連合祭、目もくれちゃいけないです、本当に。それはもうあの資産形成のスピードを落とすだけですから、ということで難しいです、そうです。 難しいんですよでどうしたら難しくなくなるかというのはです、ね、この川田社長のこういう本を読むといい、これも今晩話します。で、まあ、ここであのチラ見せするとです、ね、橋爪大,大三郎先生の本をです、ね、何冊か、特にこの世界は宗教で動いてるっていうのと,かところで、なんでウォール街はグリーディーなのかっていうことで、あの1章ありますから、第3章だったっけなそこら辺読んでも参考になると思いますよ。迷わなくなると思いますよ。で、え今日の指数ということで。 まあ全般にしっかりしておりました。それから、今晩、あれですね、雇用統計ですね。で、えー、っとこの毎日のように上がる SP と。で、10年債はもう横ばい。それから、ほら、このすーっと引け後に上がってるじゃないですか。これなんかもういかに商いが薄いかですよね。で、昨日上がったのはエネルギーが高かったそうです。で、昨日どうですか、このニュースの中で面白いのはないね。 ウェルズファームは年初から4割か5割上がってましたかね、その後ずっとダラダラと下げてということで、まあ、あの直近下げてたんですよね。それからあの一つニュース、レイダリオって分かります世界最大のまあ10兆円以上運用してるのかな、ヘッジファンドの,あのトップにいる人ですよね。まあ、非常にいろんな活動をしておられる人で、 でこの人の傘下にあるブリッジウォーターのカリフォルニア州オレンジ軍向けの あの200億円ぐらいの運用が全く振るわないということでニュースに出てました。まあまあ、こういうこともありますよね、ただ、リターンは4.5%でベンチマークを下回る、ベンチマークはね、なんかトレジャリープラス何ということで、まあ、株じゃなくて債券運用ですね、でもこのヘッジファンドでもですねあの悪いやつはいっぱいありますね、こういうやつはもう入れ替えになっちゃうらしいんですよね。ピ,ルアルファというピュアアルファというのは2005年より後のリターンは、年率4.5。 ということで、実はね、2005年以降、ちょうどたまたま今朝チェックしてたんですけども、私は、ね、SP500 の、えー、と株の運用、再度記録取り始めてやったのが2005年で、今年17年目になるのかな、ね、私は1 4トですけども、SP500 が8トナスダック100が 14. 点いくつですね、私はナスダック100の、えー、とほぼ一緒で、若干負けてます。あのこれは去年の コロナで負けたとそれまでは若干買ってたんですけどね。ということで、まあ、これは債権運用だから仕方がないですよね、はい。あとね、面白いのはね、あの最近、超超富裕層、アメリカの0.1%の超富裕層を顧客とするあにこの、こういう保険があると、えー、死亡生命保険というので、まあ、要は多分この、ね、保険買ってる限りは、えー、その課税対象にならないと。 で保険契約者が死んだ場合に相続税は、相続者はこの保険の契約内容を非課税で受け継ぐことができると、まあ、相続税は払わんということですよね、払,払わんでいいということですよね。でこれは今の法律でいくと、これを防ぐ手はないそうです。まあ、だから法律改正しないと、こういうものはなくならないんですけども、超、超、超富裕層の、アメリカの超、超、超富裕層0.1%だったらどうですかね、1000億円とか、そういう感じじゃないですかね。 あのそういう人たちはだからごっそりまたあの次世代に継承できるとそうすると格差肯定ということになるんですよね。 日本人でよかったですねということですね。で、まあ、本当にあなたが大金持ちに、日本人は大金持ちになってもなかなか難しいですね、継承するのはね。まあ、やり方はあるんでしょうけども、それはあの私は知りません。あとですね、一つ気になったのはこれあの、トビアス・レフコビッチというシティのストラテジストです。まあ、ちょっとしょぼい顔してるのは、私はこのバロンズでですね、ずっと彼を追いかけてますから、知ってるつもりなんですけども、 超年少から超弱気だったんですよね。で、弱気の筆頭格で、去年の12月に、えー、今年の年末は3800、その時の SP は3756、だから年少、あの今年はフラットだって言ったわけですよね。ところがですね、えー、っと直近は4536だということで、大外れもいいところなんですよね。で、この人、まだ弱気を維持するって言ってるんですよ。 重大な誤りを認めても弱気な株式見通しを維持するということで、まあ、維持になっているの,かあので最後、ウォール街でも突出して弱気な,弱気弱気な株価予想を変える意向はないと言っているんですよね。で慎重な姿勢が間違っているとなれば職を失うこともありうるまあまあ <laughs> でもあんたは職を失うだけでもいいけどそ,の間違っそれについていった人はねお金ずいぶん失いますよね。 だから、オール街で弱気言うのは勇気がかっこいいかもしれないけども、なかなか難しいですね。日本の場合はあの、なんか言ってもポジション外になるだけでしょ。やめろと言わないんじゃない。この人はもう、これしか仕事がない、このポ,ポ,ポジションでいくかでもここまでシティまでやると、その,その後どこでもあの売れるんですよね。はい、次の職場はあります。それから、これが過去5日間で、あ5日間に限ればラッセル2000がいいと。 それから、あとは、この、過去1か月だとこんな感じ。年初来。過去1年。これはセクター。あの不動産が良かった。ただ、昨日1日でいくとエネルギーが2.5%、ポコーンとこう、こんな上がってます。過去1か月だと、金融がダメ。それから、やっぱり不動産がいい。年初来では不動産がいいんですよね。金融、えー、とコ,ーーコミュニケーションサービス、 それからこれが、えー、とカレンダーで今晩雇用統計ということです。箱田さんとはもう来週また火曜日やります。で火曜日やって水曜日にもやるということ、あのライブということですね。で、これが塩はね、昨日言見ました、少し引いていく格好なんですよ。だから、まあ、そんなに強くない、ただここからもう一回上がってということになるんですよね。こいつもだからこう低いレベルでいますからあの、エネルギーはないところです。 それからこれはソックス指数、これも少し引いていくんじゃないかったっけな。で、これが過去20年の平均ですけども、ただ中旬,中旬にかけて少し、来週、再来週ぐらいは強いっていうことなんですかねこれか。これに従えばね、その後急落と。で、これが過去38年と過去10年の9月の日中平均です。まあ、やっぱり、だえこういうイメージになるんですよね。 今、ちょっとこう、潮が引いてってるところなんですよ、ね、塩潮目とやっぱり、ここら辺符号してるんですよね。で、これはあの今週の個別銘柄チャートはマクドと 3M です。で、株価はこれ、ダウ、ナスダック、999J、これは私のポートなんですけども、まあ、正直良すぎますね。あの、C は今日は利食いですけども、これら辺、ASML が新年、ね、クレーンシェアズも新年、ね。 サービスナウも新年じゃないかな。サービスナウちょっと後でご紹介しますね。あと、これ、アイデックスラボラトリーズは少し出遅れてましたんですけども、でこれ、イン t ュイティブサージカルズも今日サージカルも新年だったと思いますね。はい。で、これがあの本格採用前ですけども、これ、マラソンデジタル、これあの暗号資産を買ってる会社ですよね。こいつがずいぶんパフォーマンスがいいんですよね。サービスナウは上場来高値を更新してます。 でこの間7月に末に決算出たんですけども、その時にねこれ、日経新聞に出てたんですよ、だからこれ、注目したんですけどもね、売上高が前年度比32%増の14億ドル、でもこの数字ね、ちょっと違うんじゃないかな、ちょっとすいません、第3クォーターのガイダンスが14億ドルぐらいになってたんですけどね、ちょっと私はわかりませんが、モルスターはですね目標株価が700ドル、昨日の引け値が。 このサービスナウは660ドルですから、あと40ドルしかないですよね。で、年初、売上高の年,年30%成長と30、30%超の売上高フリーキャッシュフロー比率、これを30、30足して60ですか、これがあのール、えー、とシリコンバレーの高成長会社の優等生の数字だそうです、60っていうのは、これがですね、これが40がクラウド企業で目標とされる40を大きく上回る60と。 ということで、選手のホームランみたいいなもんかと思いますで、えー、っとこれがさっき言ったサービスナウの1点、これがね、ほら、ガイダンス、クォータリーガイダンスが1.4ビリオンになってるんですよね。で、年えー、前年同期比で、えー、28、9%増ということです。フルイヤーでも30%伸びるということです。これ、すごいことですよね、こんだけでかい会社。で、えー、株価はですね、これが過去5年ですけども、 上場してから5、6年なんかな、えーっと、7、8年経つんですか、こんな感じで660ドルになってるんですけども、これ、対数で見るとずっと右肩上がりなんで、だからここで私、ちょっと悲観してて、よっぽど売ろうかなと思ったんですけど、売らなくてよくて、で、ここからまた結局、この成長曲線に戻ってるんですよね。ということです。これが、えー、っと、過去5日間の私の個別銘柄です。1ヶ月間年年初来過去1年では SML と C と Z ブラがすごい。クレインシェアーズは直近買ったんですよね。これは ARC のファンドで、ETF で少し快調です。これが予備軍です。このマラソンデジタルっていうのは、ね、結構上がってますよね。年初来で、過去3ヶ月で76%。まあ、その前にあのドッテンジをつけてるだと思いますよ。以上です。15分です。かかりました。なので、今晩8時にお会いしましょう。 よろしくどうぞお願いします。ありがとうございました。失礼します。